목 근타게만 해도. よかった。最近 iPad の調子がいいから嬉しい。前まで結構声出ないことよかったんだけど。こんばんは。少しフライング。そうなの、最近めっちゃベージュにハマってて、めっちゃベージュばっかり着ちゃう。確かにそう言われてみればベージュの服多いかもしれない。便所さん、明日暑いってことですか？28度ってことは。大人ですか？そう、ちょっと今日は髪を巻いてるので、うん、取れてるけど。カバ君ありがとう。広島は雨は降ってなかったです。昨日が結構ひどかったから。広島はゴゴリバ楽しかった。嬉しいです、ありがとうございます。バツさんありがとう。岩谷戦場は元気であげてないよ。大丈夫、きっとたくさんあるからでも6月の予定まだ出てないですよね。私たちも知らないんだけど、6月ね、やんないのかな。ちゃん誕生日なの、おお、おめでとう。全然会えてないな、ちっちゃ会ってないわ。いや、なんかそう、握手なさすぎてなんかびっくりするんだけど。全然握手ないけど大丈夫。ひれぽんありがとう。小山っち高さんありがとうございます。キヨニーありがとう。え、それな、なんかこんなに握手してないのが。伝わってるよ。羽じゃないです、ビーズかな、ビーズみたいな感じ。そう、最近めっちゃお気に入りでつけてるんだけど、イヤリング本当に耳痛い、めっちゃ痛い。なんかさ、あれだよね、総選挙シングルがないから全然ないような気がします。カズさんありがとう。うん、うん、開けたことないよピアス。オービケタワーありがとう。タワー困るよ
のっぴありがとう。オービケー、이일연속반갑습니다고마워요うろこは今までの中で一番って言っていいほどあんま揺れなかった。なんか一番踊りやすかった気がする。うのこ全然揺れ感じなかったね、風強かったのに。なんかうのこは STU48 号以外にもたくさんの船が止まってるからあんまり揺れないのかなって思った。安定してるのかな、うのこは。おびけタワーこまよ、ありがとう。ふくちゃんがゆらちゃんが寝てるとき指握るか試したって。あ、確かにこの間寝てるときに隣にいて、あかりんさんが起きたとき私無意識にあかりんさんの指握ってて恥ずかしくなって何事もなかったかのようにパッて起きたんですけど、え、そういうことだったんだ、恥ずかしい。え、踊ってるときめっちゃ揺れ気になるよ。それな、広島と違ってるのは全然揺れを感じなかった気がする。ゆらもそう思った、ゆらもそう思った。おっす、おっす。え、なんか私的にはそのみんなフェスのあの屋台に行きたかったんですけど行けなかった。でも直島行けたから満足です。しんちゃんありがとう。え、なんかね、今日なんか私カホタンさんの家にね、なんかめっちゃ洋服とか置きっぱなしにしてて、それをそろそろ取りに行こうと思ってカオタルさん家に行ったんですよ今日。そしたら私が勝手に置いてった洋服を全部洗濯してくれてて、カオタルさんが。そう、めっちゃ優しいと思った。究極に優しい。ずっと勝手に置きっぱにしてたのに洗濯しておいてくれるという。あきらのっぴサムネさんありがとう。かほたるさんはねめちゃめちゃなんて言うんだろう、女子力っていうか女性力っていうか高いですよ。
お洋服も作れるし、ご飯もめっちゃ上手だし、作るの優しいし、そう、それで洋服を洗濯してくれてた時は本当に感動しました。優しいなと思って。そうなんですよ、私ね、皆さんに紹介したっけな、カホタルさんにいただいたんですよ、誕生日プレゼント。紹介したっけ、皆さんに。あらららららら、ら、そう、カホタルさんにね、私3月12日が誕生日だったんですけど、成人祝いとして、あのちょっと前に2人でご飯食べに行った時に誕生日プレゼントをいただいたんですよ。ちょっとまだ、あのお化粧品なんですけど、お化粧品をね、もらいました。いただいたんですよ、ディオールのなんか期間限定のリップをいただいたんですよ。そう、ありがとうございます、カホタルさん。めっちゃなんか大人になれた気分で、ディオールのお化粧品はそう、なんかマキシマイザーしか持ってなかったから、なんか大人な気分になって嬉しかった。で、カホタルさんが6月1日が誕生日じゃないですか。私のお姉ちゃんと同じ日なんですよ、6月1日。私のお姉ちゃんも6月1日が誕生日。ゆうさん、ありがとう。で、あともう1週間ちょいでカホタルさんの誕生日なので、私もう、そう、カノンさんも6月1日だよね。カノンさんの生誕祭がありますね、水曜日、来週の。そうだから、ちょっとせっかくね、こんないいものをねいただいたので、私もいいものをねお返ししたいなと思ってるんですけど、何がいいですかね、何がいいと思いますか。迷ってて、何がいいんだろう。なんかカホタル様でもさ、なんかいいものを使ってそう、使ってそうだからさ、私もう化粧品にしようか迷ったんだけど、どうがいいんだろう。鍋、え、鍋焦がしてたの、かほちゃん。え、鍋がいいんですか、鍋。え、本当に、私ディオールもらって、ディオールもらってお返しに鍋返して大丈夫かな。鍋、ありがとう。そう、ミシンはなんかうちに使いに来ていいよってずっと言ってたんですけど、買ったっぽいですね。鍋、本当に本当にいいのかな、それでって感じなんだけど。え、本当にそれ大丈夫、大丈夫かな、それ。
かも天ぷら用がいいの？え、それ言ってた？本当に。え、なんかでもどうせならちゃんとしたプレゼントっぽいものをあげたいなとは思ったけども、本人が喜んでくれるのが一番だから、本人が欲しいものをあげたい。本当に鍋？え、揚げ物用の鍋って何？な、え？鍋って一緒じゃない？あ、鍋用の鍋か、そういうことか。でもそうだよね、実際さ、めっちゃさ可愛いものとかあげてもさ、あんまり使わないんだったらさ、鍋だったら絶対かほちゃん使えますもんね。料理めっちゃするから。迷うな。なんか結構基本私、お友達に誕生日プレゼントあげるときはお化粧品がほとんどかな。お化粧品が多いので、お化粧品いただいたからさ、お化粧品で返すのもなんかうーんって思って。え、もうさ、前さ一人鍋配信してたくない？あれとはまた違うの？違う鍋？え、一人鍋配信してたくない？シンジ、サトさんありがとう。自分の使ったことあるものっていうのは私の使用済みをあげるってことですか？この間とんかつ作ってこうけた。あ、なんか料理配信してましたよね。いや、塩汁はさすがにあげんよ。蛍さんもしてました確か。小山ちゃんありがとう。え、エプロンもでも可愛いのしてましたよね、かほたるさん多分持ってるしな。え、本当に何がいいんだろう。でも靴のサイズは同じぐらいなんですよね。でも靴も結構持ってるしな。帽子もこの間買ってたし、靴もこの間買ってたし、何がいいんだろう。化粧品で返そうかな、私も。IH クッキングヒーター、車、高級食材。なんか T シャツはですね、年間やっぱり30枚ずつ増えるので、私たちはあんまり買わないかもしれないですね。あえて現金一番喜ぶかも。面白い。まさみくんありがとう。え、本当に迷う。本当にどうしよう。でもお家もなんかもう足りてないものないしな。アイロンのこともあるし、マジで天ぷら鍋は喜んでもらえる？天ぷら鍋ちょっと調べてみよう。天ぷら鍋って大体いくらぐらいなんだろう。え、安っ。バッバッ
安っ、めっちゃ安いんだが、めっちゃ安いんだが、え、本当に安いんだけど、え、1000円とかだよ。だからこういう、こういうの1000円とか、いいやつでいくらするんだろう、いいやつで、でもめっちゃいいやつでも、安っ、ダメだダメだ、安いもん、こんなに安いものじゃダメだ、ダメダメ、やっぱもうちょっとちゃんとプレゼント感があるもの、何がいいんだろう、でも本当になんか欲しいものがさ、ミシンと料理系の器具とかぐらいしかわかんないな。そうなんだよね、服も靴もこないだ、服じゃない、帽子も靴もこないだ買ってたんですよね、新しいの。事務所に余ってるティッシュ、なんかさ、でも羨ましいんだけど、あれ普通に欲しいんだけど、花粉症の季節に欲しかった。川田さんはね、ピアス開いてますからね、ピアスとかもいいかも、確かにアクセサリーはいいかもしんない、アクセサリーだったら普段の私服とかもわかるから、アクセサリーありかもしんないね。ピアスとか、ピアスいいんじゃない、ピアスよくない、ピアスいいかもしんないね、確かに。でもアクセサリーでいいとこだったらそのぐらいしますよね。え、ピアスありかもしんない、ちょっと調べてみよう、ピアス、ちゃんとしたこれに、これに見合うブランドピアス、どのくらいするんだろうね。もうでもめっちゃお世話になってるからね、ちゃんと返したいんですよね。チャッピー、待って、ありがとう。両耳開いてますか、おとるさん。どこのがいいんだろう。でもさ、なんかでも それな、それな、ピアスとかあんま高いの自分のでは買わないからさ、自分では買わないからさ、プレゼントとかだったら、あら、はつみさんありがとうございます。STA のゆらりんことゆらかりです、よろしくです。どういうのがいいんだろう。あ、でもなんかこうシンプル、シンプルかつなんか大人っぽい感じがいいな。
ちゃんの服に合いそうな感じの。なんかわかんない、なんかさアクセサリーのブランドとかもうわからんのよね。うん、スナイデル、ジュエリー包み、4°C はでも強いわね。ティファニーってでも高いですよね。高い、高い。グッチ、ブルガリ、高い、桁が違うよ。エテってなんか有名ですよね。エテ、ヨナシー、広島あります、ありますよ、広島にも。高いよね。シャネル、でも絶対買えない、それは手が届かない。なんか手が届きそうないいブランドないかな。ビビアンは可愛いなってめっちゃ思うんですよ。私もビビアン可愛いなって思うけど、カホタルさんの普段の服装に合うかなって思ったらちょっと雰囲気違うかなって思う。私はビビアン大好きだけど、これみんな言わないでね、私がプレゼントめっちゃ悩んでること言わないでくださいね、みんな本当に。まさみくん、温かいレモンティーさん、クマさんありがとうございます。江戸マッチョ、何それ、調べてみよう。江戸のマッチョみたいな、すごい名前だね。ああ、いや、こういう系か、ハンドメイドのところか、かわいい、確かにかわいいですね。広島にでもあるのかな、カメレオンさん、ツッツさん、タコーありがとう、キワニありがとう、メイディさんありがとう。あんまブランド物とか買わないからわかんないな。カホタルさんでもね、一回あの浴衣作ったことあるって聞いたことある。本当にわかんない、どうしよう、どうしよう、どこにしよう。アガット、あ、かわいい、うん、かわいいですね、ここ。ただちょっと高いです。カホタルさんの服装はなんかザ大人の女性って感じ、なんか落ち着いたちょっと色っぽい感じ、服が色っぽいのか、カホタルさん自身が色っぽいからなのか分からんけど、クイックイ。
はつめさんありがとう。 STU のゆらりんことゆらかりです。無難に化粧品でいいのでは本当にそれなんだよね。なんか自分が化粧品をいただいたからなんか化粧品で返すのもどうなのかなと思って、アクセサリーとかもいいかなって思って今見てる。あさみくんありがとう。顔出す始まった、みんな絶対言って、え今始まった、みんな絶対言わないでよ、絶対だよ、絶対言わないでよ。えさりげなくちょっとみんなちょっとさりげなくさ、ちょっと誕生日になんか欲しいものないのとかなんかちょっと聞いてみてよ、ちょっと聞いてみんなから、ちょっと顔たりさんのショールーム行って。やっちおじさんありがとう。さりげなくって言ってもみんながさりげなく聞いたらバレるからね。みんながさりげなく聞いたらそれはさりげなくないからね。頼んだよ、うまくやってよみんな。メイジーさんありがとう。え、ちょっと怖い怖いから、ちょっと私もカホタルさんのルーム見るね。カホタルさんのルームを見ます。絶対これ今洗濯機回してるでしょ。え、なんか私のさルームにいる方がさ、わかりやすいってみんな、もうちょっとうまくやってって言ったじゃん。メラニスタさんありがとう。ねねほら言ってるじゃん、めっちゃ欲しいもの聞かれるって言ってる。しかもなんか100点満点のアイドルの回答してんじゃん。
ってるらしい。それは知ってるんだよね。ダメだ、これは失敗に終わりそう。エプロンとかこだわりある？エプロン、エプロンでもなんか最近シワシワになってきたんだよね。エプロン、エプロンシワシワ説。やっちゃうじさん、ありがとう。エプロン、エプロンかな。エプロンかな、エプロンだな。エプロンでいいのかな、どうですか。エプロン説。いや面白いわ。これ早くもうちょっとみんなの手助けが欲しいところなんだけど、まだ言えない。エプロンかな、エプロンにしようかな。ちょっと私は今決めました。エプロンとそんなにアクセサリーとかもあるかもしれないね。あんまりなんていうの、メインがアクセサリーじゃなくてメインもエプロンにして、そうしようかな。可愛いお皿とかもありだね。そうだね、瀬戸キッチンやってるからね。どうしよう、とりあえずエプロン、エプロンがいいかな今のところ。エプロン、アクセサリーって感じかな。そんな感じかな。みんな偵察ありがとうございました。大変力になりました。ということで、ランジを読みたいと思います。ランキング読みます。13位ルカさん、ありがとうございます。12位ツッツ、ありがとうございます。11位キヨニ、ありがとうございます。10位ノッピー、ありがとうございます。9位小山っち、ありがとうございます。8位ソムリエさん、ありがとうございます。7位やっちゃおじさん、ありがとうございます。6位あたたかいレモンティーさん、ありがとうございます。5位しんいちさん、ありがとうございます。4位すーさん、ありがとうございます。3位ひょわとメリーポピンズ全員さん、ありがとうございます。2位伝説のヒレポン、あとタンプレは値段じゃない気持ちやで、ありがとうございます。そして1位はドゥルルルルルルン、オービケーアットユラリン、タオスさん、オービケーこまーよー、オープサラヘーこまーよー、オイジュセスはこまーよー、ありがとうございます。と
ということで、まあかほたるさんの誕生日まであと1週間ちょいあるので、それまでに素敵なエプロンかアクセサリーを見つけたいと思います。みんなありがとうございました。それではおやすみなさい。バイバーイ。バイバイ。